明日から最終クールを迎える日南キャンプ。第2クールから1軍に合流した中村翔成は2年目中村貴弘とともにバッティング練習などで汗を流しました。まだまだ技術が底辺なんで練習しに来ました。やるしかないですね、本当に結果出して、はい、やるしかないと思います。さらに明日の紅白戦で登板予定の遠藤も調整に訪れました。オフの自主トレではメジャーリーガー前田健太からスライダーを教わり、レベルアップした姿を首脳陣にアピールすることができるのか注目です。まあ、その自分がやりたいことをしっかり出せれば、まあ、首脳陣たちも見てると思うので、まずは自分が納得する、結果を出せればいいかなというふうに思います。はい。